この実況を見るときは部屋を暗くして画面へ近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました K の大冒険です。というわけでね、今回もゴジラベースやっていきたいと思います。ちなみに俺のこと知ってなさげだね。でちょっとね、今コントローラー変えてきたんで、4800円くらいのコントローラーで今使っています。あー、そういう感じになったんだ。ほうほうほう。スティックがね、前のコントローラーとちょっと違うんだよね。スティックの位置が。へぇあれ？あ、もう戦いに行ってますね。メカキンは鹿としてんのか？おいしょ。まあ、とりあえずね、コントローラー新しく買い替えたので、すぐに、これを押せると。うん。よいしょ。よいしょー、痛い。ほう、いいぜ。届くかな？届いたー。なんかゴジラが味方になってる気がする。おいしょ。おー、いて。おいしょ。なんか自然と2対1になってる気がするが、気のせいか。お、これはできる。完全ならハサミ撃ちだね。おお、めっちゃ食らってんな。おいしょ。じゃあ乱戦にするために一応攻撃しようか。ほいほい、いってー。めっちゃ食らうなそれ。ゴジラにもしっかり当てよう。いい対峙は良くない。おいしょ。バカー、押せね。くそ。でも今のところゴジラが優勢だよね。おお、ふえシュイーン。一回後ろに下がりたい。ほっ。よいしょ。まあいいでしょう。ないやないや。よいしょよいしょ。ほっ。ほい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 。いた。
よいしょ。だと思ったー。まずい。もうやろう。ほい、ほい。よいしょ。いた。まずい。おお、食らったなー。ゴジラ来るね、さっきから。まずい。これは厳しいな。おお、まずい。危ない。あー、ててててー。これギドラ買っちゃったんじゃないか。まあいいや、他行こう。よいしょ。しっかりなー、両方見てればな、勝てる勝負だったな。おいしょ。てか、このコントローラーちょっとやりにくいかもしんない。なんか、スティックが違うところについてるから。デストロイヤーこの頃使ってないっけ？前使ったよね。リスナーさんいたらいいなぁ。いいなぁ。ぬるぬる動くぞ。ってことは？Hey, you. 僕はやってない。手前がやってる。B がやってて、A がやってない。なるほど。リスナーさん見てー。てか日本人だよね、あっちもね。ああ、こっちもリスナーか。なんや。じゃあ向こう行こうぜ。よかった、やっぱりリスナーさんだ。なんか見たことあるなと思ったんだよ。よし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 。ここね、背景かっこよくなるからね。よいしょよいしょよいしょ。さあ、左右がゴジラで、ど真ん中デストロイヤー、そして後ろは炎に包まれてる感じ、いいんじゃない。ちょっと前のビル邪魔だな。いいよ、いいよ。もうちょいやろうぜ。もうちょい、もうちょい。いくよ。やっぱ遠いな。こっちおいで、もうちょい。画面入りきらないんだよね。もうちょい寄れるじゃん。もうちょい寄れるじゃん。寄ってくんないかな。そう、そう、あともう一歩。うん、そうそうそう。行くよ。前のビル邪魔。きたー、軽っ、やば。うーわー、もう一丁行こう。きれい、来た、これ来たくらい。ごめん、噛んだ。興奮しすぎて噛んだ。ありがとうございます。いいね。この平和協定も行きたいけどね。あ、平和協定じゃない、異世界ね。まあ戦う。セイン。オッケーオッケー、いいね。いいよ。始まりだー。次こっち。おお、危ねえ。おー、これは食らっとこう。んで、こうだな。あれ、もう一匹のゴジラいた。おー、いいね。ほい。おー。
おー、耐えるね。ふぅ、いいね、いい勝負。すげえことになってんな。ほいほい、よし、おーおー、ダブル。おお、うわわわわわわ。いいね。いいよ。おお、きつい。やるね。なるほど。お、真ん中突っ切るか。あ、こっち行っちゃった。いてて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 。すーん。ダシーン。なんか迫力があるね、今回ね。おっとっと、いけないいけない。おお、これは B の方が余裕あるので、 B の方いきますね。おお、いいね。おお、やべ、厳しいな。おっと、危ない。仕掛けに行った。すっげえ戦い。うお、どうだかな。当たれ、よーし。うわー、まずい、終わったー。強いな。てかすげえ迫力だったね。大乱戦だった。あと、一生勝ちたいな。まあ、いや、まあそれは次回にしよう。というわけで、今回ね、全部負けましたけれども楽しかったです。ありがとうございました。あとリスナーさんにね、出会えることがとても嬉しいです。はい、今後もね、どんどんゴジラの実況をやっていきたいと思いますので、これからも楽しみにしていてください。でですね、コメントでゴジラの商品も紹介した方が伸びますよって、結構ね、前々からいろんな方が結構言ってくれてるんで、まあもうね、すでに一つは買いました。はい。うん。まあそのうち顔出し動画で出しますので、お楽しみにしていてください。どの怪獣かというと、ヒントはメカゴジラを買いました。どんなものかというと、まあそれは動画でお楽しみにしていてください。で、あとね、エヴァとゴジラのコラボの何、結構お高いものも買いましたので、それは多分3月あたりに多分届くと思いますので、そちらの方も、動画出していきますので、お楽しみにしていてください。何かは絶対言いません。ヒントだけは出しますよ、今の感じね。うん、エヴァとゴジラのコラボの商品を買いました。結構お高めのもの。はい、というわけでね、じゃあここら辺で終わりにしたいと思います。なんかね、なんか、こういう紹介、うん、こういう商品レビューもしてくださいっていうのあれば、ゴジラのこれとか、例えば、なんだ、これ食べてみてくださいよとかさ、なんでもいいから、なんかリクエストあれば。俺意外とコメント読んでるから。うん、コメントこの頃あんま返してないけど、まあ、今年からちょっとね、やっぱり返していこうかなと思いますので、よかったらコメントください。それでは次回もまたお会いしましょう。じゃあねー。